新しいさ、解決レンズでさ、俺に食べてる。そうそう、うん、この話に変わってるから、うん、これは水ないけど、これは、うん、後ろの台に置こうと思って。ああ、足垂らして、うん、某 OB、OG の先輩から連絡が来てお湯つけたらって言われて、うん、俺言ったやつやんな。俺言ってない俺言ってない、それは言ってない。私は届かへんって言ったけど、それは言ってない。台に乗せて、これは言ったかもしれんけど、私がこれ届かへんもんって言って、だからそれをバケツでやるってこと。今日は試しな、高さを合わせます。お嬢さん、どこに寄った出てへんのやわ。話しますよ。はい、はい、あ、高いぐらいやな。まあ、いっか。もっと大きいバケツにしたら、もっと、これが一番大きい。あ、そう。じゃあ大きいバケツ買ってきて。四角いのがいいよね。そういうことはどうでも。あ、大きいで、これも足しての。あ、そうそう。でもそうしたらそんだけ溜めるの無理や。溜めるのは、ああ。もう、あの、魔法瓶で。魔法瓶。ああ言えばこういうの。ああ。見てんの。いけるんですか。多分そういうことちゃうねんって思ってると思うで。もうちょっとうまくやれって思ってると思うで。ちょっと高いな。もうちょっとちっちゃい。まあ、いや、とりあえずこれでやって変やったら。青い押し付けの台は前の、あ、オッケーは。あれじゃ浅すぎるって。ちゃうやん。下に押し付くのに台の高さ。ほらって。はい、足。もうあんたの肩で見えへんわ。あ、でもやっぱちょっと足りへんな。ほんとはここまでつけたいから。足りへんって何が足りへん。ここまでつかりたい。から下に垂らしたい。うん、だから高さが合えへんよ。分かってたよ。でもだからってこれないと。なる方がいいじゃん。壊れないとほら。それはちょっともっと触ってみるやん。待って、足。それってトレーニングなの？え？遊んでんの？オッケー。ダメだ。まっすぐなから、やっぱり。すいません。どなたか。呼びました。これよりちょっとちっちゃいバケツくれへん？はい。どっちが？はい。はい。これや。これしかない。足。いいんじゃん。それで。それいらん。これで行こう。よかったよ。ああ。ああ、変な。水量もいらんし、ええやん。海水だ。誰と喋ってるの？他の足もこういこうかな。うん。メスたちも。あれじゃ。嫌がるかな。足引っ張られてるから。これちょっと。
軸足練習します。もしギアだね。はい、分かる分かる。もうちょっと前こそ、あー出た、はい、はい、こう腕を巻いて、人気になるな、すごい人のまま、はい、正解、正解、足首を蹴れないんだよな。まだおんの？うん、ひなたよりみんなこっちを見てるわ。あ、こっちじゃなくてみんなこっち。ひなたより、その苦労したわーい。あ、取ってなかった。向きがな、いい感じだ。よいしょ。あー、曲がってきた。ちょっと持ってる。はい、曲がってきた。はい、はい、こっちだと足のな、この間よかった、変わってますが、はい、なんかあれやな、具体的には足引っ張る練習やな。そうやな、うん、引っ張ってもこう嫌がらない練習。この板、あの柵がもうちょっと高いというか、隙間がここですか、歯に出る、歯にちゃう、ぐにゃんってなれる。ああ、そうか、そうか。よう顔だけ出て覗いてるもんね。本当そうしてるんじゃないかって言って諦めたよ。はい、今こうするからね、痩せたらよ、効く、なんか効く、ちょっとオッケー、ありがとう。しかしな、こっちいつも安心じゃない方やでな、逆もやらないからな、意外な。というわけです。でもまだ次もいつもの足でやります。